Hello, ladies and gentlemen, and welcome back. I am the Armchair Grump, bringing you some more Yakuza 0. Sorry, I am coming to you much later than I had hoped. I had a very bad night last night. Some very bad health issues. Feeling a little bit better now, but yeah, so I was up very late. And, yeah, I'll just kind of leave it at that. But yeah, so, but I am coming to you now. I won't be on for super long, probably about an hour and a half, maybe a little bit more. But at least we'll get to play a little bit. So, yeah. This is the last stream before the weekend. I'm gonna go spend some time with my family. Actually, give me one second, sorry. I should have probably waited before I started on the stream, but doing a whole bunch of different things. I have some food. I was warming up. I will be off mic for a minute as I try to eat and play. As to not disturb you guys. Alright. Let's just play.
Hey, butter. Oh, sorry, dementia. Sorry, I'm eating something at the moment. I'll be back on mic in just 1 second. まだ頼んだの来ねえのかよ。 Alright, I'm back. あれです。どうしました？なんでもあらへん。 Alright, sorry about that. Hey, Dementia, what's up, bud? Sorry, I had a rough night last night. Otherwise, I would have been on earlier. なんだ？やっと。 I'm only gonna be probably streaming for about an hour, hour and a half. おお？あんたは艦隊の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人、
この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。はいよ。繁盛してるじゃねえか。ついこの前までカンコドリが鳴いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀藩。そう邪険にすんなよ、真島ちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。聞いたよ、さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。客との喧嘩を見せ物に仕立てて、ついでに飲み代まで取り上げちまうなんてよ、なかなか気が利いてるな。やっぱりお前仇が向いてるって、自分でそうは思わねえの？アホ抜かせ。誰がこんなこと好きでやるかっちゅうね。そりゃお前、今の立場のありがたみってのが分かってねえよ。金も地位も名誉もある。ところや女だって随分寄ってくるだろ。そんなことは望んでないってか。皮肉なもんだ。そんな誰もが羨む立場を得たお前だけがただ一人この町で別の何かを求めてる。幸せってやつはいちいち意地悪にできてるらしい。今日は随分おしゃべりやないか。しけた面のお前を見てたらなんとなくな。でもまあこの現状をお前が気に入らないのは当然だ。これはお前への罰なんだからな。Lay down.罰ゲーム。楽しまれちゃ俺も島野の兄弟もちっと困る。バナナス、ゴーレイダウン。そろそろ本題に入ってくれまへんか。ゴーレイダウン。ゴー。俺はいつになったら極道に戻れるんや。オーナー。I suppose he owns the place, right? どうしてそんなに極道に戻りたいのかね。俺には分からないよ。With Omi Alliance Chairman. I don't understand what a retainer is. 必要ない。今月の売り上げ、この調子なら来月にはノルマの1億達成するで。おお、そりゃすごい。とぼけんな。達成したら島野の親父に俺が極道に戻れるよう口利きする。約束忘れてへんやろな。さあそんな約束したっけかな。この件で冗談は通じひんぞ。ダメだ。あと5億稼げ。そうしたら口利いてやるよ。おのれ。なんだ、殴らねえのか。まあやれるわけないけどな。そんなことしたらお前はあの暗い場所に逆戻りだ。それは嫌だろうからな。これがお前の戻りたがってる世界のやり方だよ。ヤクザがお前みたいな金づる
簡単に手放すわけがないだろう。どうだ、やっぱり仇の方がいいんじゃないか。上等や。5億やろうが何やろうが何ぼでも稼いだろ。極道に戻るためやったら俺は何でもやってるわ。ほう、He's never gonna stop. でも、ああそうや。それが殺しでも。どうした？極道に戻れるとしたら、お前は人殺せるの？冗談だよ。いや、意地悪言ってすまなかったな。極道ならいずれそういう山を踏むこともある。お前にそれが分かってるのかちょっと聞いてみたかっただけだから、引き続きよろしく頼むよ支配人。あ、そうだ、一つ忘れてた。ここのホステスにノリコっているだろう。それがどないした。そいつ明日から別の店でやらせることにしたから。即戦力が欲しくてさ、ノリコはここのナンバーワンなんだろ。おあつらい向きかと思ってよ。本人にはもう伝えてあるから、こっちの方がよろしくな。売り上げ落ちないように頑張るよ。なんせあと5億稼がなきゃなんねんだからな。失礼します。あの支配人、今のりこちゃんから明日からよそに移るって電話が。ああ、俺もさっき知ったわ。ご存知でしたか。なんだってこんな急に。のりこちゃんがいなくなったら売り上げに相当響きますよ。分かっとる。せやけどオーナー様のご決定や。どうしようもあらへん。そうだったんですか。でもこれからどうすれば。ったく、落ち込んどる暇もあらへんな。最近よそでイケ取るホステス言うたら誰や。よそですか。よその子でしたら、そうですね、オデッセイののぞみちゃんがダントツでしょうね。オデッセイ自体がうちのライバルみたいなものですし。そうか。じゃあ一丁行ってくるかの。あの支配人、どちらへ。決まっとるやろ。望みをうちに引き抜く。え、ライバル店のナンバーワンを引き抜くって、さすがにまずくないですか。そもそもそんなことどうやって。夜の世界は弱肉強食。ここでこけたらうちはあっちゅう間に崩れるで。やらなしゃあないんや。店の方は任せたで。わかりました。どうかお気をつけて。And does she be Tori nightlife? Odyssey's in Shofukujo. I'm gonna pay them a little visit. Isn't there a Shofukujo? Something similar in
Marucho. Marucho? Never say the name right. Actually, first I want to go to... here. Okay, instead? Shifty-eyed man. Thug style incorporates a number of merciless attacks. One of these is the eye poke attack. In an eye poke attack, the enemy will turn their back to you and feign show Kameki or thug style moves. One, two. That was the eye. Come on. One, two. Yeah. All the special moves of the thug style is a heat action called the Essence of Choking. The heat action triggers when an enemy attacks you or when you circle around behind them. Go Komiki or thug styles. Sounds like he snapped his neck.
そうじゃ。He's my Bacchus. Majima's Bacchus. First, I want to go to the temple. Then I'll get... Probably get some info on Odyssey along the way. I'm gonna say... So he has his own inventory, which is kind of annoying, but it's kind of nice too, I guess. Like most of the items aren't like there is. Wrong side. Okay, gotta go this way. Went the wrong way. Map so confusing. That's ugly. Oh no, stay away. Wait, do I even have any cash? I got 30 grand, let's do it. Come here, mister. Maybe I should have got heal lot items. I knew that was coming. No, he got me. Yeah. Oh, I got off. Nice. In here as we can. I didn't say that, I meant Doge. I
Looks like his moves have changed up a little bit. Doing a lot better than I thought we would. Oh, he got me! Damn! We got him nearly down to half. Oh, I only lost 30,000, which is like $300. Mm-hmm. But where the fuck are we? How did I get back over here? I'm so confused. Oh, maybe we were on the already on the other side of the bridge and I accidentally crossed to the wrong side. I do need to find some hooligans to fight, though, because I need cash. Alright, so there's one bit of information. Let's see, how's our health? It's a half. There we go. There's some hooligans. I don't want to grab him, I wanted to grab the sign. Frank is not coming. Doesn't seem like a choke, it really doesn't. It seems like a snap your neck. First, Bob, Sonomiya Zero. That's what I have for you. Stuff.
Infinite. Interesting. It says 16. Does that mean I need to get ammo for it? Where do I sell my robotic videos? Ooh, joy. There's the pawn shop. Okay. I don't think I actually have to sell it at the pawn shop. I don't know why I... Oh, shit. Wow. Actually... Yeah, go. What? I thought his... No, I thought his health stays down. I made a mistake. I thought his health stayed down. Why did he just sat there? That was weird. Ah, he got me. Game over. Oh, I have to... No! Dodge. So much cash when he gets me. I thought, I swear to God, he's supposed to not lose, get the health back. You're supposed to keep the health down. Not the end of the world. Oh, they have a Maharaja here too.
いらっしゃいませ。A deer thing. ありがとうございました。いらっしゃいませ。What do you got for sale?ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。Go looking for more info on Odyssey now. Now that we got 13 million, let's stay away from.Hi. What you doing? Hi, Missy. Hi. Pretty puppy. Who's your pretty puppy?
Alright, so the guy sound... Floor manager sounds like he's about to get fired. And they're losing girls. Or they're not getting any new girls in. The drool, it's like you just killed that man. It's like that one kid needed 500,000 for his dad's to do some pre-op surgery stuff, and I just got like half of that almost. One fight. ありがとうございます。 いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 Oh, Novu Rich. There we go. Our first Novu Rich. I wanted to get him when he was on the ground. There we go. Half a mil in just one. I could have gotten more, but... sometimes you can get like a mil or two out of him. It's early, though. Later in the game, you'll get more. This Shoji chest, right? Gangs everywhere. Bikers. They're like wearing old pilot outfits, aren't they? They only had $500 on them. Bikers are poor. Oh, I can't go to this good place, really? Oh, that was the
I was getting near to the objective. I thought the drunk was gonna fight me. Hey, bud. Getting more. Looking for more. I could have swore there was more. Ladies on the streets. Anything to say? I feel like there is a third one for sure. Charismatic photo. Oh, there we go. There we go. Thought so. This way. As if there was a sign out front, so I know it's the Odyssey. You have a pretty recognizable face. いらっしゃいませ。お一人様ですか？ああ。すんません。ただいま満席でして、少々待っていただいても構いませんでしょうか？かまへん、待つ。ほんますみません。そしたらこちらでお待ちください。
よろしければお飲み物もお持ちしますが。ああ、そない気ぃつかんでええねん。のんびり待ちますわ。大変お待たせいたしました。一名様ご案内いたします。こちらへどうぞ。失礼します。タカ子です。おお、こら、えらいべっぴんさんが来たな。おおきに。飲み物何飲まはります？ほな、とりあえずシャンパン頼むわ。はい、こっちお願い。それにしてもこの店は可愛い子がぎょうさん揃っとるの。全部で何人くらいおるんや？そう、100人くらいおるんとちゃうかな。今日は40人くらいやと思いますけど。ほんなら知らん子も多いんやろな。せやな、週に一度しか来ん子とかもおるし、同じ席について初めて話したっちゅうケースもしょっちゅうです。そない新顔がよう入ってくるんか。さすがに人気店はちゃうの。ちゃいます。そんだけ辞める子が多いんです。辞める？なんで？うちは上下関係めっちゃ厳しいですし、ちょっとでも人気出そうな子が入るとすぐ上が潰しにかかるんですわ。競争が激しいっちゅうことか。せやけどそない中でも人気ある子っちゅんはほんまにすごい子なんやろな。そうですね、ナンバーワンののぞみさんなんか毎日開店と同時に目当てのお客さんがひっきりなしに来てますわ。そののぞみっちゅう子はどんな子なんや？
のぞみさんですか？ほんまはお客さんに他の子のこと話したらあんまり良くないんやけど、まあ一言で言うと真面目な人ですわ。真面目？そのお客さんの中には銀行のお偉いさんとか政治家の先生とかも多いんですわ。せやからうちらそないな人と話し合わせるために新聞やニュースをいつもチェックしとけって店からうるさく言われてるんです。のぞみさんは特に真面目でやる気のある人やから、そういうお客さんから受けが良くて指名をたくさん稼いでいったんです。名実ともにトップレディっちゅうわけやな。ほんなら人気が出んのも当然やな。あーせやけどこの前若いお客さんが来た時は逆に全然話題についていかれへんくてめっちゃ面白かったですわ。あ、今の内緒にしてえな。うちが備えられたら大変なことになってしまうから。安心しいや、誰にも言わへんって。可愛いとこがあるやないか、そののぞみちゃんも。高子ちゃんは何が趣味な？うちは最近スキーにハマってんねん。週末はいつもスキー場行って滑ってますわ。でね、新しいウェアがめっちゃ可愛いねん。誰か買うてくれへんかな。どうせ逆に貢いでもらうつもりなんやろ。そうなん、優しいお客さんおらんもん。なあなあ、今ならうちにプレゼントするチャンスやで。ああせや、サンタさんにでもお願いしや。ちゃんと靴下も用意しとかなあかんで。もうお客さんいけずやわ。ええもん自分で買うから。Gotta keep it cool, man. Gotta distract her. Otherwise she's gonna find out what you're doing.まあ年末っちゅうこともありますけど、最近はみんな強制で同伴させられてるから、その分お客さんが多いんとちゃいます？ほう、そうやったんか。けどそない必死になって同伴させるほど景気悪そうには見えへんけどな。単に意地張ってるだけですわ。意地？最近客の入りでグランドに負けっぱなしやさかい。今月は絶対に刀全員罰金とかむちゃくちゃ言わはりますねん。なんやそら、自分とこが儲かっとればそれでええやないか。なんでグランドが関係あんねん。うちもそう思うんやけどな、支配人はそう思ってへんみたいで。正直なんぼ同伴したって常連さんも毎日何十万も使ってくれるわけとちゃうし、新規のお客さんを増やさへんと頭打ちなんよね。ほう、なるほどな。店ん中くらいサングラス外したらどうでっか。グランドの支配人はん？ようこそオデッセイ。楽しまれてますか？これはこれは山形藩、オデッセイの試合に自らおいでになるとは恐縮やの。すまんの、ちょっと外してもらえるか。お目当てはのぞみやな。さすがはうちとタメ張る店の支配人や。話が早くて助かるわ。あんたの方は随分と回りくどいやないか。こそこそ忍び込んで敵情視察、それがあんたのやり方か？
そないなことせんでも望みに会いたきゃ呼びますせ。説得でも交渉でもしたらえ。そないなことしてもトップのあんたがうんと言わな、ことは動かん。俺が説得しに来たんは望みやのうてあんたや、山形。私を？あんた今のオデッセイに危機感を覚えてて、どうにか変えようと焦っとるらしいじゃないか。ほう、一体誰がそないなことを？俺が見たところこの店確かに繁盛しとるが、客層がおっさんに偏っとる。今はそれでもええが、今後もっと売り上げを伸ばそう思うなら客層を広げんことには頭打ちや。うちは在籍100名を超える大箱です。客の好みにも幅広く応えられてんとちゃうか？いや、この店のホステスはどれもおっさんが好きそうなタイプの女ばかり。若い男に受ける子が絶対的に不足しとる。さらに言えば今いる客層も決して良くはない。金持ちのおっさんばかりのせいで高級なイメージがつきすぎてる。たまに若い客が来ても店の雰囲気になじめず、なかなか常連にはなってくれへんのとちゃうか？まだある。実は今オデッセは深刻な女不足や。一人でも多くの新人が欲しいちゃうか？根拠はあるんやろな。俺が店に入った時満席っちゅうことで入り口でチートばかり待たされた。せやけど中に入ったら空席が目についた。これは客全部を相手にできるほどのホステスが出勤してないっちゅうことやろ。その証拠に男3人に女2人っちゅうテーブルがあった。普通はマンツーマンが基本。場合によってはクレームが来てもおかしない。よう見てはるな。店内の教育もごっつう厳しいらしいじゃないか。ホステスのレベルを高く保てている反面、バイト気分の女の子はすぐ辞めてしまう。人数は確保したいが、そうは言ってもホステスの品質を下げるわけにもいかん。悩ましいところやな。確かに今そういう悩みがあるのは事実ですわ。ま、賢いあんたのことや。そんだけ言えば俺の腹は伝わったやろ。なるほど、こちらの事情は全てお見通しってわけやな。オデッセイのナンバーワンは望みや。けどその望みがおらんようになっても今の客層を支えるホステスは十分揃った。ここにはホームランバッターは腐るほどおる。そろそろバントのできる選手が必要な時期なんとちゃうか？それでうちの4番に対してあんたは何差し出すつもりや？まずは手付けとして1000万、明日にでもうちの門に届けさせてもらうわ。おお。それだけやない。今うちで教育しとる新人、若い客層を狙って育てとった連中や。いわば将来の一番バッターっちゅうとこが。そいつらから好きなの何人でも持っていけ。真島藩、あんたが目つけた秘蔵子をこっちによこすと。ああ、そうこうし揃った将来間違いなしの連中やで。ええんですか？敵に死を送るようなもんです。こっちは当面の売り上げが欲しい。その代わりあんたんとこには将来の売り上げを保証する。別にそっちだけが得をする話でもないで。なるほどな。あんたは顔に似合わず敵作らんとうまいことやる方法を知っとるらしい。これが真島五郎のやり方っちゅうわけか。交渉成立ってことでええな？ええでしょう。ただあんたんとことうちはライバルや。今日みたいなんはこれ限りにしてもらいましょうか。これからはうちも全力で勝ちに行かせてもらいます。
覚悟はええな。It's a terrible way to do business. If the two of you can work in the business and make profit together, it's a terrible idea to try and drive one person out of business and take all the profit. Like, to try and take everything. Like, the idea of just trying to constantly increase. Like, take all the share profit is... It's a terrible thing. If you, like... Like the girl and the guy said, if you're both making profit, and also if you're both just overall relatively increasing profit, just because you're not number one doesn't mean you're a loser. Like, like you're not in the red, you're in the black, and you're also doing relatively well in the black. Like, it's just pure, after that, it's just pure greed. That's where the negative side is into it. Like, the bad... It's no longer capitalism, it's just pure bad. It's like, I don't know what a word you would probably use for it, but it's no longer capitalism, it's the bad side, it's the greed. Just like my going off. お願いを頼むわ。勉強させてもらいましたからね。今日は私のおごりっちゅうことで。そらごちそうさん。ほな。 I think I got the best deal right there. All right. I will be going in a little while, so. Irashai. It's not itrashai. That's when you leave. Irashai masse. That's what they will welcome you. Irashai. You when you welcome someone to like a place. So, we're gonna go ahead and end it here. Sorry for the short, stream, but I hope you enjoyed it. I actually, for some reason, I like Majima's side. I like the host's side. It's just kind of fun. It's like a weird kind of minigame, different side. Getting to see that different side of Japan, especially like the 80s side. Like, where, like, all that stuff is, like, really popular. It feels really, like, out of the 80s. I like it. Gonna fight me now? No? Alright. So I'm gonna go ahead and save, and we're gonna go ahead, and then, I will see you guys later. I'll probably see you guys Monday. Where are we going here? I'll probably see you guys on Monday. I'm not sure. Maybe Sunday. Otherwise, yeah, I will be off for the weekend. I will still be uploading videos to YouTube, as long as I remember. Hopefully I don't forget. Several videos are about to fall off. I only have like a couple days before videos start falling off the list of stuff. So I've got like 5 days, 2 videos each every day of videos backed up that I need to put up. So I should probably start putting up more than 2 a day, but usually like I usually don't like doing that. So just because the way YouTube works. But yeah, I'll see ya. We'll be playing more of what we've been playing. Hopefully I'll be feeling better by then. I really hope so. Alright. You guys have a good weekend. I hope you're all doing well. And I'll be seeing you then. Bye-bye now.